はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダーダブル、仮面ライダーアクセルの武器、エンジンブレードですね。はい、光る、鳴るということで、まあ、デラックス版ということになります。はい、エンジンメモリをセット、トリガーを引いて4種の必殺技発動ということで、セット内容はエンジンブレード本体とエンジンメモリ取扱説明書ということで、裏面はこのようなパッケージになっております。そして定価は3800円。はい、3800円ですね。それでは開けていきましょう。よいしょ。前回のね、CSM 版とデラックス版に引き続きということで、ちょっと やりたくなりましたので、ぜひ開けてみていきましょう。よいしょ。おー、綺麗ですね。ただやっぱ軽いですよね。まあ、それがね、普通なんですけども。本編のね、照井さんはすごく重たそうに持ってるんで、重たそうっていうか、重いんでしょうね、実際。さあ、それではこれがエンジンメモリとエンジンブレード。あれ?はい、ということでこちらがデラックス版のエンジンメモリですね。はい、押すとエンジンといって発光します。そしてこちらが CSM 版のエンジンメモリ。ラメが入ってる以外は、実は変わりはなかったみたいですね。前回なんか、ああ、すごいなって言ってましたけども、そんなに大差ないですね。うん。はい、ほとんど一緒ということで。こちらは、本体の方はですね、全然電池とか入れる場所がなくて、このまんまですね。このまんまの遊び方になります。そして、こちらの、これ、フックで取り外しが可能で、戻ると。で、ここでロックがかかるので、ここのね、黒いつまみの部分を押すと、このロックが戻ると。ガチッと。このような感じになりますね。ですので、こうかな。そして、エンジンメモリをセット。おー、いいですね。そしてこの状態でトリガー引いても何もならないので、一度閉じて、そして、はい、ということで、こちらのね、エンジンメモリから発光される LED で、こちらから出てくると、ライトが。で、エンジンメモリから音が鳴っているということになりますね。ですので、もう遊び方はこれだけと。ですので、メモリを入れ替えて CSM 版でもできますよと。ということで、アクセルメモリでもね、刺してみましょう。アクセル、マキシマムドライブ。おお。あ、ということで、必殺技音だけ鳴るということですね。おお。武器の大きさとしては、アクセルドライバーと比較すると、このような感じですかね。うん、厚みとかもそんなに厚くないですし、薄いですね。まあ本当に何て言うんでしょう、造形へと彩色がすごく細かくて、ここのね、銀のメッキがいいですよね。まあもし CSM 版で出るんだったら、こことかも全部こうダイキャストとかなるのかな。でもね、どうなんでしょうね、そんな出るわけないと思うんですけどね。裏面もね、ちゃんと両面こうメッキ仕様になってて、ちゃんとなんかこういいですよね。肉抜きとかなくて、うん。ただネジ穴がちょっと裏面は目立ちますけどもね。はい、ということで今日ご紹介したのは、仮面ライダーダブルアクセルの武器、アクセルエンジンブレードでした。チャンネル登録、評価の方お願いします。ではまた明日。